Thank you.
本労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、朝鮮人民軍大連合部隊別の女性ロケット砲兵射撃競技を指導しました。競技には朝鮮人民軍大連合部隊で選出された女性ロケット砲兵中隊が参加しました。金正恩元帥は監視所で射撃競技の形式と方法について聞き、競技開始を指示しました。は砲座を構える女性砲兵たちを流し、までハマる砂地へロケット砲を引き出すのは力に余ることだが、男性と女性の間に限界の差があるが、党と革命、祖国と人民に対する女性の軍人たちの忠誠心は男性の軍人に少しも劣らないとし、強い革命精神を持つ不屈の闘志にさらにしっかり育てて、祖国統一大戦で一役買うようにしなければならないと述べました。砲射撃の号令とともに発砲された砲弾が次々と目標を打撃しました。元帥は女性のロケット砲兵たちの射撃競技を詳しく見て、指揮官たちは不意の射撃競技を組織した意図をよく知るべきだ。砲兵たちがいつどこで砲射撃の命令を受けても即時命中弾を浴びせられるよう準備させるべきだ。そのためには砲兵訓練を実戦さながらの環境に接近させての実用的な訓練に確固と転換させるべきだ。実戦と関係ない訓練は100日1000日行っても必要がなく、このように訓練した代価を戦闘の日、軍人たちが流れて、指揮官たちも燃えるよう訓練に対する要求を強めることに現れる。